さて、それではいよいよ最後の曲です。ビバルディ作曲、ギター協奏曲です。ビバルディのところには多くの孤児やたくさんの恵まれない子供や若者などがたくさんいました。ビバルディは彼らのためにこういった協奏曲をたくさん作り、彼らがこれらの曲を演奏できるように大変熱心に指導しました。こういった協奏曲を演奏する子どもたちの生き生きとした眼差しを思い浮かべるとき、ビバルディの慈愛に満ちた喜びにあふれた音楽が私たちを強く捉えるものと思います。コンチェルトのソロは本日のゲスト印南俊明さんが担当いたします。ではどうぞ。
Thank you.
Thank you.